1年間応援ありがとうございました。本当に多くの方に支えられて、頑張ってこられたシーズンだと実感しています。準優勝という結果に終わり、内容結果ともに、悔しさはありますが、この悔しさを次につなげて いけるように頑張っていきます。お世話になりました。1年間応援ありがとうございました。この2年間で経験したことを次のステージでまた活かせるように頑張っていきます。バイバイ。2年間 ありがとうございました。素晴らしい経験をさせてもらって、僕も刺激的な体験ができてとても光栄です。皆さんこれからも頑張っていくので、応援これからもよろしくお願いします。まずは1年間サポートありがとうございました。結果が本当に悔しい結果となってしまいましたが、この悔しさを、忘れずに、また頑張りたいと思います。1年間ありがとうございました。1年間、サポートありがとうございました。このシンガポールで、経験したことをしっかり日本に持ち帰って、日本でも活躍できるように、精一杯努力していきます。応援ありがとうございました。1年間応援ありがとうございました。目標としていた優勝に届かず、とても悔しいシーズンとなってしまいましたが、この経験を来シーズンに生かして僕自身頑張っていこうと思っています。本当にありがとうございました。2年間ありがとうございました。このチームに来ていろんな経験ができ、いろんな素晴らしいスタッフチームメイトに出会えて本当に良かったです。この経験を糧に次のステージでも頑張りたいと思います。ありがとうございました。1年間を経て様々な経験ができたし、やっぱシンガポールに来て良かったなと思いました。来年からも日々精進して頑張りますので、アリビレックスサポーターの方々はアリビレックスの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。2年間応援ありがとうございました。今年は優勝できなくて、チームとしても個人としても悔しい気持ちがあるんですけど、この経験を来年そしてこれからサッカー人生につなげていきたいと思います。2年間ありがとうございました。頑張ります。バイバイ。1年間応援ありがとうございました。皆さんの支えがあって本当に充実したシーズンを送ることができました。僕ももっと成長できるように頑張ります。ありがとうございました。まずは1年間応援ありがとうございました。このアルビレックス新潟シンガポールで優勝して終わりたかったっていうのは正直ありますけど、優勝できなくても何かしらこの1年間で積み重ねたものが自分の人生を置いて大きくなると思うんで、また もっと大きな人間になって帰ってきたいと思います。ありがとうございました。今年1年間応援ありがとうございました。この経験を生かして、次に進みたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。